行きましょう。うんうん。さあ、突然の急展開。いや、急展開なんだから突然なんだけど。普通に出会えちゃった上に、そういう話、驚いたな。会話。セニャとは、生まれた時からずっと同じくらいの背丈だったから、こうして並ぶとちょっと変な感じだわ。おお、しかし、双子。なるほど。確かにドラゴンクエストには確か4で、双子の姉妹がいます。ん？双子？じゃないな。あれは双子ではなかったな。姉妹がいて、そっくりだね。いて、今回もそういう感じ？うん。お姉さんの方が攻撃魔法を担当する感じなのかな？でもこれくらいの大きさになったら、閉じ込められても脱出できたのよね。あ、この大きさになったから逃げ出すことができた。なるほど。まったく、間抜けな魔物で助かったわ。てか魔力を吸い取られるのを我慢してれば、年齢が吸い取られていくってすごくない？ある意味ではアンチエイジングすごいじゃん、その魔法っていうか、魔物が。なんか逆にその魔物がなんか人間にとっ捕まって利用されそうな、そういうダークな未来が見えますけど、大丈夫でしょうか。さあ行きましょう。あたしから魔力を奪った魔物は、荒野の地下迷宮の一番奥にいるはずよ。うん。ん？うん。ベロニカの妹というくらいだから、生意気で可愛げのないチビが二人になるかと思っていたが、セーニャは、おっとりとしていて、素直そうだし、こりゃいい意味で期待を裏切られたな。ちょいとやる気を湧いてきたぜ、意外と。まあ、確かに、ちみっこに振り回されるよりかはいいのかな。よかった。一時はどうなることかと思ったけれど、ひとまずお姉様が無事で安心しましたわ。なんか言葉遣いが、丁寧だな。子供っぽいお姉様の見た目も、魔物に奪われた魔力を取り戻せば、きっと元通りになるはずですわ。うん。さあ、参りましょう。はい。うん。さあ、突然なんか仲間が増えていくな。あ、でも一応パーティーにはいないんだね。ちょっと待って、回復呪文使えるって言ったけど、使ってくれるんでしょうね。あのベロニカさんは魔法使いとか言いながら全然使ってくれないけど、魔力が、そっか、魔力がカラッカラな状態なんだ今。そう言われたらまあしょうがないか。うん。おこれは見ておくべきか。はい。おっといけねえ。ここを通るには合言葉が必要だったな。そうだ。闇心あれば影心。音声認識って何気にすごくない？さあ、そういう仕掛けがあるなんてすごいけど、君とはそろそろお別れの予感がするな。うん。さあ、地下迷宮1階の採用行きましょう。待てよ、回復しといた方がいいのかな。本当に回復魔法使ってくれるのかな。うん。ここを通りたくば合言葉を言え。合言葉言いますか？言え。うん。もう見ちゃったから、嘘言ってはいってことはできないんだね。うん、しょうがない。はい、あっさりだな。何やら扉の向こうから声が聞こえる。イレブンはそっと扉を開けた。お、意外と多い。いや、つか、なんじゃありゃ。俺があれだけ注意したのに、獲物に逃げられやがって。ごめんなさいじゃ済まねえんだよ。あのベロニカという女はただものじゃねえ。桁外れの力と極上の素質を秘めた、何年に一度現れるかわからない逸材だった、ね、あの女の魔力を全部お納めすれば、いずれ現れる魔王様の右腕になれただろうに。それをお前らは。いやー、魔王だって間違いないわ。あの魔物たち、ホムラの里で虫風呂に入っていた私をここまでさらってきた奴らよ。あの竜のそばに
大きな壺があるでしょ。私の奪われた魔力はあそこにみっちり閉じ込められているはずだわ。なるほど、あの壺の中にお前の魔力が。さてどうしたもんかな。おや、お姉様。ん、なんだおめえらは。このデンダ様のアジトに勝手に入り込みやがってん。なるほど、おめえらは俺が取り逃がした獲物をわざわざ届けに来てくれたってわけか。家宝はブチ切れて待てとはこのことよ。さあ野郎ども、仕事の時間だ。こいつらの魔力全部吸い尽くしてやるぞ。こうなったらやるしかねえ。油断するなよ。行くぜ野郎ども。おう、さっきはよくやったわね。私の魔力を返してもらうわ。ちゃんと会話が出てくる。しかしすごい、なんていうかインパクトのあるやつらだな。片足で立つ意味ある？デンダの子分、名前がかわいそう。もうちょっとこういう名前あげてもいいのに。うん、そしてデンダ、俺は、なるほど、とりあえず子分からやっつけていくのが基本だよな。さあ後ろに回り込んで食らえ。そら、お、ちょっと外したか。呪文デイン、古文に、まあやまあ目の前でやるか。クライデイン、はあ、まあまあかな。おりゃ、おお、カミュー超いて、はい、ありがとうございます。カミュー、それ魔力がないから使い物ならん。なるほど、ここはあえて作戦で設定演出切り替え、はい。お、さあ並び替えた。さあこれならちょっと見やすいかな。さあ攻撃した方がいいのかな。回復、まあ叩きましょう徹底的に。でや、うん、で呪文デイン、とりあえず古文をやっつけて。はあ、よしよし。おっと、はい、魔法の小瓶持ってるなら自分に使えばいいのに。なんかやってくるっぽいぞ。助かったぜ。いいね、そのなんか持ってる杖、杖っていうかなんだろう、よくわからないけどかわいいねあれ。防御姿勢を取った方がいいのかな。いや、ここは攻めてみるか。そら、よし、1、氷だ。なんだ、うお、ちょっといって思ったよりかいて。本意味は25くらい回復。道具、あ、常薬草出しておくの忘れちゃった。薬草の方がまだ回復力高いかな、これは。どうなんだろう、悩ましいとこだが、とりあえず回復の意味、俺、癒しの光よ、助かった。よし、お、任せてるよ。常薬草はそっか、神に渡してたか。それ、お、回復力高い。薬草破壊できねえな。よし、ようやくターンが待ってきたな。特技火炎、あ、そっか、片手剣だったか。くれ、20、あ、そうだ、ウォッチ、お、かなり上がった、いいね。でも結構神が狙われてる。きた、
待て、まず盗む。何か持ってるかをチェック。いただき。お、オッケー。よし、さあ、連携早速使っちゃうとちょっともったいないっていうところあるから、何ターンぐらいだったかな、5、6ターンは持つよね。だから5ターン目ぐらいにやりましょう。くれ、俺や。なんか神ばっかり狙われるな。ナイス。攻撃で、攻撃かな、装備切り替え。結構ベロニカちゃんも頑張ってるっちゃ頑張ってる。助かった。いいな、パーティー感。氷だ。くっ、お、スカラのおかげで硬い硬い。やっほい、よし、うっつ、癒しの光よ。やばい、セーニャさんがすごく便利すぎる。ほら、よし、次あたりで使いましょう。俺や。おっと、神様助かったぜ。うん、ていうか仲間たちは全く HP っていう概念がないのかな。さあ、というわけで連携火炎陣、ああそういうのあったね。うん、でも今回はシャドウアタックでいきましょう。やってやろうぜ。はっ、やばい。はっ、行くしよ。おお、決まった、すげえかっこいい。おととい来やがれ。かっこいい。いいね。魔王様の右腕になるという俺様の野望もここでついえるのか。おい、その魔王ってのは何だ。さっきもそんなこと言ってやがったな。いずれ魔王様にやられちまうおめえらに何を教えたって無駄さ。命あっての得だねとはこのことよ。ああ。いずれ現れる魔王か。あたしの魔力はその壺の中に閉じ込められているみたいね。戻るといいんだけど。結構なんかもったいないとこに溢れ出てない？浴びた方がいいんじゃない？あ、いけるんだ。え、どうした？そんな、お姉様の姿が変わっていない。魔力は戻らなかったのですね。あ、ご心配なく。この通りすっかり元通りよ。魔力が頭のてっぺんからつま先までギンギンに満ちているのがわかるわ。うん、ですがお姉様、そのお姿は。それな。ん、うん、年齢までは元に戻らなかったみたいね。でもせっかく若返ったんだし、まあいいわよね。まあお姉様らしいですわね。なんだかそのお姿のお姉様も愛おしく思えてきましたわ。ところでねえお姉様、
あちらの方のこと気づいてまして？ええ、もちろんよ、セイニャ。あんたも気がついたみたいね。さすが私の妹だわ。命の大樹に選ばれし勇者よ。こうしてあなたとお会いできる日をお待ちしておりました。私たちは勇者を守る宿命を追って生まれた聖地ラムダの一族。これからは命に代えてもあなたをお守りいたします。あなたは災いを呼ぶ悪魔の子などではありません。里の者から聞かされていました。私たち姉妹が探し求める勇者は瞳の奥に暖かな光を宿していると。まあ私は最初にあんたを見た時から全部分かっていたけどね。勇者を守る聖地ラムダの一族か。俺の読み通り、どうやらお前は本当に世界を救う勇者だったみたいだな。マジかよ。あんたにはまだ話したいことがいっぱいあるんだけど、その前にもうちょっとだけ私に付き合って。もう一人助けてあげたい人がいるの。ここからしか入れない部屋があるはずだから、一緒に探してちょうだい。うん。さあ、命の大樹に選ばれし勇者、聖地ラムダの一族である姉妹から命の大樹に選ばれた勇者と認められた者に贈られる称号。さあ、なるほど。主人公はもう選ばれし勇者っていう、そういう設定とか、なんかその勇者を守る子たちとか、かなりがっつり運命とか宿命っていうのに縛られてるわけじゃないけど、ちゃんとそういう感じなんですね。うん。さあ、驚きの展開って感じだけど、ドラクエらしいといえばドラクエらしいって感じかな。カミュなんかも何か目的があるみたいだし、さ、話しかけてみよっかな。さてと、魔力の戻り方、まあ戻ってよかったね。年齢まで戻らなかったけど、魔力は今まですっからかんだったけど、最大 MP がゼロみたいな感じになってたのかな。うん。さあ、デンダを倒した部屋の先にもう一つ部屋があったはずだから、一緒に探してちょうだいと。それがルコちゃんのパパ。あー、世界を救う勇者だったみたいだなとか言って言われてみたいよね。言われてみたいっていうか、言われても困るけど。うん。ベロニカとセイニャに出会ったのは、もしかして運命なのかもしれないぜ。うん。確かに、ドラクエ的運命。お姉様の姿が戻らなかったのは残念ですが、幼くて可愛いお姉様とまた一緒に過ごせるなんて、なんだか得した気分です。なるほど。前向きだよね。年齢が元に戻っちゃって、下がっちゃっても。もう、命に代えてもあなたをお守りしますわって。なんかその里っていうか聖地ラムダの方々大丈夫なの？なんか文句とかを言ったりしないの？とんでもない勇者だったらどうするつもりだったんだって感じがするけど、まあいっか。奥側に行くとより何か牢屋めいたものがあるっぽいかな。これ貯められてる魔力っぽいな。うん。結構あのデンダってやつは優秀なやつですよね。ちゃんとなんていうか魔力を吸い取って、それを魔王に献上しようっていう、意外と勤勉なやつ。お、わあ、でもなんか魔力っていうか、なんか毒っぽい感じになってますけど。うん。よし、じゃあ行こう。ちょっと待って、盗賊の花。あと4つ、結構あるな。まあ、どこもかしこも牢獄ばかり。なんだか物々しいですわね。おい、そこに誰かいるのか。なんだこの最年おっさん。もう大丈夫よ、おじさん。あの悪い竜は私たちがやっつけたわ。あれ竜だったの？いやー、ありがてえ。もう少しであの魔物たちの餌にされるところだったぜ。まったく、あんな可愛い娘さんをほったらかして、こんなところで魔物に捕まってちゃダメじゃない。え、
あんたらまさかあの子を、ルコを知っているのか？心配しなくても大丈夫よ。ホムラの里の酒場で預かってもらってるから、里に戻ったらマスターにお礼を言うのね。ふう、ありがとう。俺の名前はルパス。あんたたちから受けた恩はきっと忘れねえよ。ルパス、その名前どこかで聞いたことあるような。行く。それじゃあ俺はルコが心配だから先に行くぜ。あんたたち本当にありがとうな。行ってしまいましたね。なんか引っかかるけど、まあいいわ。私たちもホムラの里に戻って少し休みましょう。荒野の地下迷宮を後にしたイルブンたちはホムラの里へ戻り、宿屋で休むことにした。アイテムっていうか俺のお宝が、いや牢獄の中に絶対あるやつでしょそれ。さあ、というわけでホムラの里へ帰ってきたわけだけど、さあこれ、おちょちょびっくりした。これでベロニカとセーニャが仲間になるっていう感じなのかな。あら、起きたのかい？お兄さんのお仲間さんなら下で話し込んでるみたいだよ。お兄さんのことを待ってるみたいだから早く行っておやりよ。はい、話しかける人がいない。さあ突然の展開だな。じゃあちょっと久しぶりのあらすじ。お、ちゃんとなんか絵が変わった。さあ、迷宮で妹セーニャを見つけて、そしてルコの父親であるルパスを救出し、一行は戻ってきたのであったと。さあこれからどうなるか。お、さあこれそそくさとちょっと回り込んでいきたい。あ、無理だった。いや、起きてきたか。俺たちもちょうど集まったところだ。やっと聞いてもらう時が来たわね。勇者であるあんたと私たち姉妹の使命について聞かせてもらおうか。大いなる闇、邪悪の神が天より現れし時、光の紋章を授かりし大樹の申し子が降臨す。私たちの故郷に伝わる神話の一節ですわ。そう、信じられないだろうけど、あんたはかつてその紋章の力で邪悪の神を倒し世界を救った勇者の生まれ変わりなの。邪悪の神は倒されたはずなのに、なぜ勇者がこの世に生を受けたのか、それは私たちにもわからない。そこで真実を突き止めるために、あんたを勇者とゆかりの深い命の大樹へ導く使者として私たちが大抜擢されたってわけ。ほーん、命の大樹か。そこに行けば全ての謎が明らかになるってんだね。じゃあさっさとそこに行こうぜ。あんたってほんと考えなしね。命の大樹って空に浮かんでいるのよ。簡単に行けると思ってんの？意外な事実。かつて邪悪の神と戦った勇者様は空を渡り大樹から使命を授かったそうですが、その記録も時の流れに埋もれてしまいました。なんだよそれ、あんたらにもわからないってことかい？命の大樹ね。ん？待てよ、何かわかるかもしれねえぜ。まあ本当ですか？ねえ、昨日助けてやったおっさんな、実はあいつ有名な情報屋なんだ。命の大樹について何か知ってるんじゃねえか？確か迷子のお嬢さんを迎えに酒場まで戻るとおっしゃっていましたね。とりあえず酒場まで行ってみましょう。なるほど。命の大樹が空に浮かんでるっていうことはちょっと意外だった。だって根っことかが出てきてるんだぜ。上ってか空からどうやって根っこ伸ばしてるんだ。
逆に根っこが地上まで降りてたらそれを伝っていくとか、そういう話なの。さあ世界観がなかなか面白い。荒くれ。おや、あんたと一緒にいるおっとりとした緑の娘さん、どこかで見た覚えがあるぞ。そうそう、この間一人でこの里を出て行った子じゃないか。おちびちゃんが探していたのは妹じゃなくてお姉さんのことだったのか。とんだ勘違いに振り回されたもんだぜ。まあそうなっちゃうよね。正直これでどっちが姉だって言われたらもう一択ですよね。あれ、神がいないぞ。どうしたんだろう。まあいいか。確か有名な情報屋だったはずだ。意外な展開。情報屋だからそこら中、まあわかんないけど、彼も一応魔力があったってことかな。で、虫風呂屋で連れ去られたっていうのは、あの、なんて、怪しい影が連れて行ったってわけだ。それが幽霊騒ぎになるって感じなのかな。しかし大胆不敵だね。連れ去らう場所もなんでわざわざあんな場所から連れ去っていったのかわからないけど、まあそれはちょっとあのシナリオを書いた人に聞いてみないとわからないかもしれないけど、なかなか決体な感じで面白いですね。命の体重への生き方は私たちもわかりません。わからないか。まずは神様の言葉を信じてルパス様という情報屋さんのところへ行ってみましょう。なかなかちょっとうやうやしい言い方だから喋りづらいな。邪悪の神は倒されたはずなのに、なぜ勇者がこの世に生を受けたのか、それは私たちもわからないと。これさ、あのデルカダール兵たちも言ってたよね。勇者が生まれてくるから魔王も復活するなと。だから勇者をこの世から消し去ってしまえば魔王も出てこないみたいな、そういう理論でしたけど、さあ真実を知るためにはその命の体重へと行かないといけないと。で、神もそれについてきてくれるっていう、なかなかちょっと乗りかかった船にはがっつり乗っていくタイプだな。またあんたか。酒場に預けられていた女の子の親父さんが見つかったそうだな。気になっていたから安心したよ。え、女の子のお父さんがどこに行ったかって、酒場に入っていくところを見たぜ。まあイベントがあるんでしょうね。で、昼間の間にこのちょっとわびしい感じの、わびさびな感じの家の子たち、あ、いない、外に出てるのか。で、親は火事場で働いてるのかな。何か話とか他のキャラクターがっていうのないかな。お、こうしてみると走り方がまあちょい似てるけど、やっぱりベロニカかかわいいな。見た感じセーニャも美人だし、なかなか悪い気はしないかな。あの走り方めっちゃ、あのなんかスカートがさ、普通こういうのってあの左右にそれぞれなっていくんだろうけど、めっちゃあの簡略化してますね。中にすごいあの枠組みが入ってるんじゃないみたいな感じの、なんか車みたいになっちゃって、さすがにスカートのひらめきを再現するっていうか実現するのは難しかったのかな。 3D ゲームはその辺がちょっと大変ですよね。前後に広がっちゃってるし、だったら広げなくてもよかったんじゃないっていうところまであるかも。あ、でも膝が出ちゃうとな、困るからな。モーション班は大変だよね。おねえパパ、もう帰ろうよ。お店の人に迷惑だよ。あと一杯だけだから大丈夫だって。やっぱ命拾いした後の一杯はうめえよな。ふふん、ようさん、ご機嫌じゃねえか。うん、俺さ、おっさんのことを思い出したんだ。あんた裏社会では結構名の知れてる情報屋のルパスさんだろ。なんでも生まれつきの不運を逆手にとって厄介ごとに巻き込まれちゃあ、そいつをネタに商売してるって話だが、違うかい？バレちまったならしょうがねえ。そうさ、道を歩けばネタの方から寄ってくる天才情報屋ルパスター、俺のことよ。俺があの魔物にさらわれた時はたまたま男湯と女湯ののれんが入れ替わっててな、間違えてそのまま女湯に入っちまったのさ。ラッキーだったのもつかの間、そこで俺は見ちまったんだ、人さらいの魔物と必死で戦う姉ちゃんの姿を。加勢するはずが俺は丸腰だったし、
あっさり一緒に捕まっちまってな。あとは知っての通りだ。ところでおっさん、命の大樹を知ってるか？命の大樹に結びつくならどんな情報でもいい。あんたが知っていることを教えてくれ。ほう、命の大樹とはでかいターゲットだな。いいだろう。あんたたちは命の恩人だし、とっておきのネタを教えてやる。ホムラに来る前、南西の砂漠の真ん中で俺とルコは熱中症になっちまってな。不幸にも死を覚悟したその時、砂漠の大国サマディの兵士が運よく通りがかって俺たちを城に運んで解放してくれた。意識を取り戻したその時、俺は見ちまったのさ。城の中に飾られたキラキラと七色に輝く枝をな。俺の目に狂いはねえ。あれこそが命の大樹の枝だと思うぜ。まあお姉様、ま、お城の中に七色に輝く命の大樹の枝ですって。行ってみる価値はありますわ。そうね、枝とはいえ命の大樹、ずっと輝き続けてるってことは勇者を導いてくれるに違いないわ。あんたもたまには役に立つのね。ちょっとだけど見直したわよ。それではお姉様、ひとまずサマディに向かいましょう。ここから南西の関所を抜けて進んでいけばサマディ王国にたどり着けるはずですわ。勇者様、これから先長い旅になると思いますが、私たち姉妹をどうかよろしくお願いいたします。お、なるほど。かわいい。イレブン君がちょっと羨ましいな。それからこれ、サマディ王国に向かうんだったらあんたに預けておくわね。なんでしょう。ホムスビ通行手形を手に入れた。うん。南西の関所はサマディ王国の番兵が厳重に道を塞いでおります。その通行手形を見せれば通れるはずですわ。さあ、というわけで、めでたくベロニカとセーニャが仲間になったと。まあいきなりパーティーが増えたな。結構レベルも高い。ベロニカ、あ、そっか、ちっちゃい魔王だから。最大 MP57、 なかなかある。攻撃魔力79、わー、ダントツだ、さすが。その代わり回復魔力は0。うん、あとはまあ弱いかな。素早さもちょっと低いから、やっぱり高火力魔法保持者は一番最初にドバーンと強い魔法当てて敵の体力削ってほしいんだけど、素早さに何ありはちょっときついかな。さあセーニャ、セーニャは回復魔力に長けていて攻撃魔力もちょっとあるんだ。うん、なるほど。こうしてみるとベロニカってあのちっちゃい体で最大 HP が55もあるってすごくない？なかなかタフだね。うん、杖は両手装備なんだ。なるほど。でセーニャのステッキは片手装備なんだ。盾が装備できるかわからないけど、うん、いいね。ベロニカっていうか、うん、なるほど、役割分担か。回復魔力はちょっとというかかなり嬉しいかな。主人公がいわゆる万能タイプだから、主人公1人、まあ今は 4人いるけどね、そのうちこれもっと増えていくはずだから何人まで出せるかわからないけど、今はかなりバランスがいい感じかな。うん、前衛を担当する主人公と主人公と神よで、ベロニカとセーニャで後方支援みたいな感じかな。うん、かなり守備力に難があるからちょっと気をつけておきましょう。並び替えでベロニカを一番後ろに下げておいた方がいいのかな。うん、ベロニカの妹っていう肩書きとセーニャの姉っていう肩書きまあそうでしょうけどみたいな。うん、双子だからね。なるほど。セーニャさんみたいな髪型結構好きだけど、ベロニカも結構大人の状態ならかなり可愛いと思う。いや今も可愛いっちゃ可愛いけど。うん、はあ、少しの間だったけど、なんだか情が移っちゃったみたい。私もあんな可愛い子が欲しいわ。おほほ、なるほど。
あ、子供相手にしてるとそのうち子供好きになるのかな。どうなんでしょうね。おめえさんのおかげでやっと子守から解放されたぜ。本当にありがとうな。うん、よかったよかった。そしてルコちゃん、うん、パパを助けてくれて本当に本当にありがとう。まあよかったよね。怖い魔物に捕まってたんだって。そんなのをやっつけちゃうなんてお兄ちゃんたちとっても強いので、まあそっかな。で君は、まあでも情報をくれたからいいか。あんたたちのターゲットは命の大樹なんだな。命の大樹の枝ならここから南西の方にあるサマディ王国の城で見たことがあるぜ。うん、しかしあれはサマディ王家のものだ。どうやって手に入れるつもりかは知らんが、まあ頑張ってくれよと。命の大樹でたまになんか根っこみたいなところ触ってるけど、あれは命の大樹そのものとはまた違って、命の大樹の子分的な子供的なやつなのかな。うん、マスター、ほっほっほ、この仕事をしているといろんな人の話を聞くけど、旅人さんは随分訳ありのようだね。人には人の事情があるから秘密を喋ったりはしないよ。子供を守る人に悪い人はいないだろうしね。本当にそうかな。うん、まあルパスも多分だいぶ不運体質みたいな感じっぽいから、まあしょうがないのかな。おばあちゃん、手羽ちゃんとサキちゃんは本当に仲がいいね。見ていて本当に飽きないよ。手羽先、なんかどこかで聞いたことのある名前だな。ブレスオブザワイルドっていうゲーム出てませんでした？おや、見慣れない子を連れているね。この里の子じゃないみたいだけど、家族とはぐれてしまったのかね。いや、そもそも妹さん、いや見た目お姉さんもいるんだけど。うん、さ、というわけで、うん、さっきの会話でさ、ルパスがなんかのれんが入れ違ってて、かけ違ってて、それで間違えて入っちゃったって言ってたけど、じゃあなんで先にベロニカが入ってたんだって話なんだけど、これは推理の必要があるんじゃないのと思うけど、まあ別に入る必要もないからいいか。今はキラキラ輝く聖水もいらないしところで入れました。お、変わらないか。なるほど、よし。さあ、というわけでいよいよ体験版もここでおしまいという感じになってきた感じかな。うん、さあ、長かったような、短かったような、いや長かったよ、十分長かったよ。もう20時間くらい遊んでるんだからね。そういう、ヤヤク様の話とか全く関係なかったね。そういう言い伝えがあるっていうだけか。いや、おそらくまた来ることになるだろうな。この場所に何か、すごく大切なものが眠ってるとか、そういう展開になるでしょう。うん。よし。じゃあ、早速、関所の方に行こうかな。あ、でもその前に一応、セーブしておこうか。あら、どうした？そうだわ。これから長い旅になるでしょ？とても便利な呪文を教えてあげれば？ちょっと待ってね。呪文ってそんな教えられるもんなの？そんな簡単に。えい、えいって。マジかよ。えいって覚えられるもんなんだ。すごくない？それはベロニカがすごいのか、主人公がすごいのかわからないけど。これでよしと、そのルーラの呪文を唱えれば、今まで訪れた町にすぐ移動できるの。後でここに来たくなったら呪文のルーラーからホムラの里を選べばまた戻ってこられるはずよ。さあ、無事にルーラーも覚えられたことだし、大樹の枝を探す旅に出発しましょう。目指すは南西の砂漠にあるサマディ王国よ。なるほど、確かに今まで俺キメラの翼とか持ってたけど使ったことなかったわ。これ、あ、最後にお祈りした場所などに移動する。なるほど、そういうこと。うん、ルーラは自由なところに行けど、キメラの翼は近くの教会とかまで戻るわけだ。あー、なるほどね。確かにこのホムラの里まで来てルーラとか覚えちゃってたらさ、デルカダルとかに行っちゃってストーリー上おかしいことになっちゃうから、そういうところを抑えるためにやってたってわけか。うん、なるほど。じゃあこれからどうなるんだ。呪文ルーラ、まだね。ルーラ MP0、 すごくない？リレ見てもそうだよね。なんか随分優しくなってるな。あれ、ホムラの里だけ嘘。覚えた後の話なんだ。何かマーカーとかつけておく必要があるってことかな。うん、ってことはしばらくデルカタールの大陸というか島には戻れない感じかな。なるほどね。よし、君乗れない？乗れないか
なんか一瞬アイコンは出るんだけどね。まあおそらく撫でてるんでしょう。よし。ああ。うん。七色に輝く大樹の枝か。なんだかうさんくさい話だが、今はそれにかけてみるしかなさそうだな。それじゃあサマディ王国に行ってみようぜと。いろいろアクシデントに巻き込まれたけど、私の魔力はちゃんと戻ったし、若さも手に入れたし、結果オーライだったわね。もう十分若い状態から。ニッコニコやな。それに悪い魔物を退治するのは気分がいいわ。まあホムラの里の人はのんきすぎて存在に気づいてなかったみたいだけど、下流とかに襲われてたから、そんな些細なことは気にしてないのかもしれないけど、かなり大問題です。そういえば何でしょう。少しだけ立ち寄りましたが、ホムラより人が多くて楽しい場所でしたわ。サマディ王国へ無事に着いたら少し息抜きをしてくださいませ。さぞ大変な思いをしてきたでしょうから、まあ痛み入ります。主人公も意外となんか表情には見せないけど、かなり今過酷な状態ですよね。だって故郷とか滅ぼされちゃってるんだぜ。エマちゃんとかどうなってるか今現在わかんないし、さあこれからどうなっていくのか。さあ、セクションが見えてきたよ。そろそろこの体験版ともお別れかな。いやー、本当にたっぷり遊べる。お、まさかの、体験版で遊べるお話はここまでです。あ、はーい、記録して終了するってことにしましょう。お、さあ、ドラゴンクエスト 11S じゃなくて、次去りし時を求めて S 体験版遊んでいただきありがとうございますと。いやー、本当にたっぷり遊べる。これの顔が並んでる人たちが仲間になるってことかな。あと3人も増える。なるほどね。セイニャちゃんがちょっとなんかかっこいい。あ、任天堂 e ショップにっていうと買えるようになるわけだ。なるほどな。しかし本当にたっぷり遊んだというか、まあ1週間に1度ぐらいね遊ぶつもりでやってたんだけど、まあかなり間もあったと思うんだけど、あ、間もっていうか日付がね、だいぶ進んじゃったというか、だって去年の確か夏頃から始めたんだっけ。でもうこの時期でしょ。すごくない？このゲームやる人はもちろん集中的にプレイしてる方も多いと思うから、もうすぐクリアされちゃってる方も多いと思いますけど、かなりねじっくりゆっくりプレイするだけでこんなに長い時間遊べるとは驚きですけど、そもそも体験版です。20時間弱ぐらい遊べるなんてすごくない？とか言って思っちゃうけど、さすがだな。というわけでじゃあ一旦タイトルに戻りましょう。さあ、ドラゴンクエスト11過ぎ去りし、時を求めて S 体験版と。いやー、非常に長い体験版でしたけど、最後までプレイして、まあちょっとなんていうか、最後にパーティーがね揃って、さあこれからどうなっていくのかというところで終わるという、体験版としては非常に分かりやすいというか、正直言ってもっと前の段階で終わるかなと思ってたから、かなり驚きましたけど、せいぜいデルカダール兵から逃げ出して村がって感じになったところで終わるのかなと思ってたら、そこからデルカダール神殿はあるわ、祠は抜けるわ、そこからなんだっけ、ホムラの里でイベントがあって迷宮まで行くわで、かなり思ってたよりも長い体験版で驚きましたけど、まあ同じ感想ばっかり言っちゃって申し訳ないんだけど、これね、かなり魅力的な仲間を増えてきて非常に気になるところですが、まあ今回は一旦ここでドラゴンクエスト11を終了しておきたいと思います。いやー、これは本当に話というかね、いろんなこう宿命付けられたみんなが集まってきて、命の退治と、その勇者に関する話がどうなっていくのかっていうのは非常に気になるところではあるかな。で、戦闘とかすごくサクッとしてて、難度的にはかなり簡単ですよね。なんかドラクエっていうとかなり敵が強くてさ、ボスでやっつけるのにもじっくりレベル上げておかないといけないっていうのがあったんだけど、そんなにこうレベル上げに勤しむこともなくサクサク進めるから、結構いいというか軽めのバランスになってて遊びやすいんじゃないかなという、そういう感じでした。さあ、というわけで、じゃあ音楽も人心地ついたところで、ここで一旦区切っておきたいと思います。おー、しまった。オープニングムービーが始まってしまう。っていうか、オープニングムービーの最初にいる子ってさ、ベロニカだよね、これ。ベロニカは大きくなれるの？これが本来の大きさ？それとも何かエピローグ的なオープニングなの？あの帽子がないとなんか違和感あるな。こっちが妹、まさかの。さあ、というわけで、じゃあここで一旦終わりにしておきたいと思います。では最後まで、体験版ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回以降ありましたらよろしくお願いいたします。